まあ、その階段のうちの上位に位置する階人たち、十勝三元これを知らず諦めし、万夜人中天上の式場の及ぶことはないやと、もうこういう仏の宿の菩薩のね上位の人たちでもわからない、万夜我々本当のあれでも頭でもってわかるはずはない、人情対象なるには式地も対象なり、人間の思いっていうのは対象だと、その敷地も単焦だもん、大体人生そんなこと分かるもんかっていう程度が、あの人間の色量なんだ、寿命短足なるには視力も短足なる、これね、あの何千代っていうね、もう何千年も生きるっていうのは、あれほっくろしゅうかな、この人たちは何千年も生きる、それに対して我々せいぜい100年だね、だからもうあの寿命短足なら死でも短足だ、いかにしてか行物の意義を修行せる、本当にそういうその行物意義、まあ今私の言う言葉では本当の意味のもう人生運転ですね、これは分かりこない、しかあれはすなわちただ人間を起こして仏法を起こし、仏法を人法を起こして仏法を測量せるかも、かれこれ共に物資と許可することなかった、この人間ごっそうを物差しとしてこの仏法を見ちゃダメだ、要するに今人間ごっそうとしては世渡り諸生だけしか考えられないんだ、普通の人ね、そんな頭で見ちゃう、そうかと思うと人法を起こして仏法を測量せるかも、今時でもね、あの消防言動を科学的、自然科学的か科学的に、考えてみるかっていうようなことは言う人はいるが、それ大体自然科学っていうのは、ね、大したもんだと思ってるのはこれバカバカだ、これまたバカって言うと差別用語になる、大体ね自然科学っていうようなものがね大したもん、これもう今の時代で見ればこそ自然科学は大したもんと思ってる、だけど自然科学っていうものがこの単なる常識の続きでしかないんだもん、そうでない本当のね仏法っていうのはそういう常識の桁が外れたもんだ、それでのそれだから民法を犯してね、それで仏法を極量せるかも、自然科学的にその仏法をその解説してやって、ちっとも自慢にはならない、手柄にはならない、かれこれ共に物資と許可することながら、そんなものはね物資じゃない、ただこれただ仏法の修行なり人間ごっこの続きだ、これもう仏法っていうのはね、その点本当に頭入れ替えなきゃダメだね、いまだ新人の文房あるにあらず、本当にね我が身に当てはめた文房をしていない、じゃあ私も弟子がいろいろたくさんいるからいろんな弟子ができる、いるわけだけど、私の弟子の中にもね、どうしても入れないやつがいるね、仏法は。俺、自分の思い固めたところだけでもって、俺、ちょっと20年ついてる弟子だけど、それでも全然見当外れないやつがいる。まあそういうのもいる。これまあ、いまだ信心の文法あるにあらず、我が身に当てはめて考えてみたい、向こう側に置いて仏法を見てたら、それは見当外れちゃう、未だ行道をせる信心ない、実際に仏道修行をした覚えがない、十
18件ある。それから未来は
どうせわからないっていうようなのがこの40件だから合計して68件あるわけなんだけど、その中にこう重なってるのもあるからね。それで62件の江戸ジャケットをまあ仏教して言われてで、そういうのが盆浮華堂の本末の邪見を滑稽して諸仏の境界と思える輩をしてこれどうせ今のね思想界でもマルキシズムもこのそういう下道のうちにどういうふうに入るっていうね、これはもういろいろな思想があるけど、みんなこの本郷本家か松郷末家かになる。ところがそういうのを確定してですね、諸仏の境界と思える輩をして仏法を引きずり下ろして、それでそういう低い下道の思想に引き上げて、そして得意になってる。今はもう言うその科学的にっていうかね、そんな仏法を科学的にっていうふうに解釈してなんていうのもこれどうせ引きずり下ろしてる。で諸仏いわくこの灰在庫に尋常ない罪は深いんだ。で、可憐民者だ。憐民憐れるべき代物だ。で、人流の大根、たとえ無端なりとも、この灰の人流端なり。この、そういう深い罪っていうのはね、どっから始まったって思っちゃない。無根なんですね。無端なんだ。だけれど、なんてことなしに始まった。ことなんだけど、この灰の人従さんだ。とにかくこの連中にとっては大きな重荷だ。本当の人生を誤ってみてるんだからね。この人従さんしばらく放行して着眼観すべし、そういう、全て階級闘争だって今後決めてるっていうね。これは頭手放してみなくちゃ本当の方は分からない。本当にその今差別だって言うんでもね、差別だって言ったってね、そのあれですね、差別だっていうことが差別っていうこともあるね。それで 別にね、これでどうっていう決まってるもんじゃないもの、その本当の実物だもの、そのまあ、スタンパータにもある、血によってね、先祖からの血によってのバラモンじゃない、今の行いによってバラモンである。で、血によって奴隷なんじゃない、行いによって奴隷なんだ。そりゃそうです。全てその今この行いでもってみんなはっきりだから目開いて見てなくちゃ、なんていうか、きれい事言う人だから偉いっていうんじゃない、きれい事言いながら人のものを手出したら泥棒だ。きれい事っていうのも、きれい事を言いながら人のものに手出したって言ったら泥棒でもちっと罪に負えない泥棒っていうことになるんね。それでその辺本当に生命の実物に目を開いて見てた。世の中間違いますよ。こんなうっかり大概の人はね、きれい事にしたら偉いことだって人だと思うから、それできれい事が流行る。それよりも本当に目を開いて行いはどうか。沢木老師もよく言ってた。俺はちょっと人の真似してちょっと人のものを取ってみただけだ。それでも人のものって取ったら泥棒だった。で、そういう点ね、いつでも目を開いて見てる。今これは何かっていうね。で、決してだから差別が差別って決まってるもんじゃない。この人従さんにしばらく奮闘して着眼観すべし、全て手放して、はっ
っきり目をつけてみろという。波状して自己を消すというつも機種にあらず。こうだって決め込んでね、この波状して自己を消す、これ自分が縛られてるって言っても、この始めはないんだ。別にどうしてもそうしなきゃならないことだ。それは私だって、これ何も坊主にならなきゃならなかったことだね。マルチストになってもよかったんだし、そのあれですね、泥棒になってもよかったんだし、政治家になってもよかったんだし、もう総理大臣になったって投げやしねえ何だってなったっていう、これ機種はないんだ。それは、たまたまこうなんだかんだってやってるうちに坊主になっちゃった。それでその過剰して自己を消すというのも非常にあらず。今行物理義の無下なる仏に下せられるに、歯で海水の活動を通達し聞かれるゆえに無平家ない。ここが重要な文句ですよ。その今行物理義の無下なる、これ自由自在なのはね、今人生の自由運転において自由自在なのは、これ仏に下せられるに仏法に浸かり込んでる。で、他で海水の活路を通達されるゆえに、他で海水ってのはね、この、菩薩がね、自ら泥をかぶり、水に濡れて他の人を助けること、これ慈悲のためにその自分の醜さを忘れて人を再度するということをね、他で海水、つまりね、今あれですね、今行物意の無下なるというのは、行物意の人の自由自在なの、仏法に浸かり込んで仏に下せられる。それで仏法に浸かり込んだ限りは何者に出会っても我が生命だ。それで我が生命として働くから、他で海水の活動を通達したれるゆえに、だからそうなってくるとどっちへどう転んでも本命だ。本当にね、これは古典がね、仏法の生き方の大切なところだ。我々は俺俺って言って、俺のその我欲だけで生きてるから、なんとかうまい方に転ぼうと思って血眼になってる。ところが本当はその義と他と分かれる以前、生と死と分かれる以前、あるいは無と無と分かれる時代ですね。そういう生命の実物地盤にずんぶりつかみ込んだ限りはね、どっちどう転んでも恩命だ。私、うまいこと言ったね、どっちへどう転んでも恩命ってね、このどっちへどう転んでも恩命ってのは大切だ、本当に。それが、それで初めて仏道修行に、しょっぱ、あれは踏み込むんだから。でだから他で海水の活路を通達し来たれる家に無形芸なんだ、これ妨げがない、どっちどう転んでも命、どっちどう転んでも命ってことは、また皆さん耳鳴りしてほしいです。で前方へ転ぼうっていう限りね、どうせ前方へ転ばないようにっていう恐れがある。ところがどっちどう転んでもお命っていう限り、狭いだ無いだ恐れはない。その無いを恐れなしっていうところをまず生きなきゃならないね。これでだからお釈迦さん、お釈迦さんの場合でも上天にしては懸念、人間にしては懸念する。で世界の功徳あり、世界一の功徳あり、そういうね、もう懸念懸念って言うけど、その上下するとされるとの関係って分かれる以前だからね。だから花開いて世界起こるって言うけど、このそこの間に隙間がない、全く二つじゃない、やっただけやった。
命こそ多い命で、かつて感激なきものない、これ隙間がない、このゆえに痛み経達あり、往来に飛ぶ罰あり、この痛み経達ありというのは、義と他と、そういう二つに分かれる対立をはるかに超えてる、これ自身と他、他世界と分かれる以前だ、その生命実物だ、往来に毒罰あり、だからその活動は全く毒罰、ユニークだ、即応吐卒点なり、即大吐卒点なり、即食吐卒点なり、即応吐卒点ってのはこのままで、そのまんまで吐卒点いっちゃうんだ、でもそれは規則っていうことでもうそれだけ吐卒点たることを知ったね。それでまた即来吐卒点、このままで吐卒点から来るんだ、で即即吐卒点ない、ここにいるまんまが吐卒点だ、要するに一旦規則ってね、たることを知るって言ったらもう即応即来に即即だ、吐卒点即応安楽なり、即来安楽なり、即即安楽なり、安楽っていうのはまあ、いわば極楽のこと、極楽浄土ですね。だから、これも、だから、頭手放しっていうところでもう、即応安楽だ。で、また、頭手放しのとこから来る限り、即来安楽、即即安楽。即経達吐卒なり、即経達安楽なり、その吐卒とか安楽とかってそれさえも超えちゃってんだ。で、即打破百雑水安楽吐卒なり、あ、粉々に砕いてみても安楽吐卒、何から何まで安楽吐卒っていう書いて安楽吐卒なんだね。即打破百雑水安楽、即波状法行安楽吐卒なり、捉えてみても安楽、話してみても安楽だね。これ生命の実物地盤に生きる限り、また何を考えてもその生命実物地盤で、話してみても生命実物地盤で、一句頓死になりたし、一口に飲んじゃって、知るべし安楽吐卒というは、量と天道ともに輪廻することの同伴なり。いや、量と天道というのも安楽、安楽吐卒というのは極楽ですね、つまり浄土、それから吐卒というのは天上界だから天道だ、ともに輪廻することの同伴なるとなり、共にね、輪廻する、生じ輪廻するのと同じだって、生まれたり死んだりするのと同じように浄土も天道もある。で、この点にあれだ、まあ、いつも言うけれど、地獄へ起こったら地獄を務め上げるっていう、そういう姿勢になったとき、地獄は地獄じゃなくなっちゃうんだ。俺もう、どうせね、我々、まあ、さっきも言ったけど、今の時代にこれから死のうっていうのをどんな目に遭わされるか分かんないんだから、そんなにそのそれこそ医者の金儲けの一環として取り扱われちゃうかもしれない、これもこれしゃがないっていうね、それもどっちどう転んでも多い命なの、これでそれ勤め上げようってなったらこれもうそれでいいな、でこれはたまらんと思ったってちゃんと死んでいくときには、そのたまらん頭がぐるり死んでいくんだよ、これも失敗いらない、でまあそういうところにこう決め込むっていうのが大切だ、で私つくづく思うんだね、生じっていうのね、それこそ死にはどんな死に方するかわからない、いっぺんに頭の意識がなくなっちゃうならそれはいいんだ、
だけど年取って体動かなくなる、あるいは病気してべったり寝込んじゃって、しかしだから頭だけは活発に働いてる、その時の決め場所だ。その時は俺は死ぬっていうのをどういうふうに考えておくかっていうの、それ決めておくべきですよ。俺もう年取った、あとは死ぬだけが残されてるわけだけど、死んでどこ行くんだろう、俺は毎日言う怖くていられないって、そういう手紙を持つ人とかいるけれど、これそういうのもあるね。頭がふっといっぺんにあの世行っちゃうんだね。体動かなきゃいいのに頭だけ活発に働いて、そして怖がってる、怯えてる、これがいけない。そこのところ頭が働いてる限りは正直っていうものはこういうもんだってはっきり分かってるってことが大切だと思うね。どっちにどう転んでもお命って、こういうところにまず決まらなくちゃ。それでまあ今この実物こそお命だから、まあこれクソ丸けになって寝てるけど、これお命だと思ってね、いいんだよ。まあそこのところに頭決め込むとかしょ。で浄土天道を共に輪廻することの同伴になるとなり、安置になれば浄土天道同じと安置になる。これ我々はね、日常安置しているから浄土天道を共に日常安置だ。それから大悟なれば同じく大悟なり、大名なれば同じく大名なり、これね、大体もうどっちへどう転んでも多い命って決まったところは名と悟と分かれる以前だ。迷っても悟ってもってことですね。みんなの悟りは言ってると迷いが叶わないと思うから、これが大変だ。そうじゃない、悟っても迷ってもどっちへどう転んでも多いのしって言ったところに、ね、これ悟りも迷いも超えてるから、その上で悟ってるのは大悟だ。大悟なれば同じく大悟だから、大名なれば同じく大名なり、名を超越したところ、名を超えたところの名、それが大名だ。これしばらく動物の愛知の同士なり、そういう出入りはそのまんま、その動物っていうの生命が、生命実物が生命実物するっていう動物ですね。それの愛理の動詞というのは靴の中での足指の動きっていうのは、どうせ自分自身の動きです。ある時は一同の放飛翔なり、一発のおならの音、それから放飛翔なり、その匂い、まあ、どうもこれ一同の放飛翔なり、おしっこないってことでばかり上品だからそのざっくりやっちゃう。で、陸があるは急得する、それも上品な言い方だけど、鼻の穴のあるやつは買うだろうって二章心情、安二章あるに聴取するなり、この耳や耳が安二章があるのに、それに応じたその感じ方がある、それが安置所あるに聴取するんだ。また徳語を皮肉骨髄する時がある。これ結局修行に応じてこの我が皮肉骨髄を生むっていう。でさらに行徳に頼りなるものなり、結局ね、その銅を売るっていうことはね、決して宝を売るんじゃない。私がこれもいつも言うけど、自己を生きる者は自己以外にないんです。それで、それからその次ちょっと読んでみますと、行商達志の大道をすでに発達するに、古くよりの道種がある。大将は将事を真に任す、将事を真に任す、将事を道に任す、
長寿を長寿に任す。この修士現れるのは、古今の時にあらずといえども、行物の意義に骨身として行事に振るない。同感として、長寿新人の修士速やかに転校するな。行人名人それ、これ、用意、合意の意にある、名刀人間に大事な。栄光し、炎症に一の名。その名状名の名は行物に未利になり、これ行主に一任せ。この人人の通り、すべからく進むも三級すべきな。この三級の没には、三回これ真の明白なり、三回ただ真の大客なりと地牛し得し、その地牛得し、さらに万法なりといえども、自己の家境も行主せず、当人の格形を弁でない。このところが、からが、また大切なところだ。だから、まあ、この次に、やるけれど、もうちょっと時間があったら、こんなところちょっと読んどくと。病床足して、まあ、症を病状にし、死に通達するってことだ。病床足しの代行をすでに、活発するんですね。活っていうのはね、谷がこう開け通じてるっていうことは活っていうね。で、活発っていうのは、だから四方が打ち開いて、活発するに古くよりの同種がある。古いって言ったら、古いも古いね、その七仏以前から昔の古さだ。それを大道。大小は、庄司を真に任す。庄司を身に任す。庄司を道に任す。庄司を庄司に任す。この終始現れる古今の時にあらずといえども、行物の意義、骨身として行人するなり。結局はね、あれなんですね、大将は庄司を真に任すって、これ、本当にね、この心に任す、この思い、心に任すってことなんですね。このところが普通はね、生きてるっていう場合、もう我見慢心問与って、まあ本当に外部に任してる。だから死ぬ時は本当は何とか死にたくないし、ね、たくないね、今死んでも死にきれないと、まあそういう思いで、それで宙に浮くわけですね。それでそういう宙に浮いた思いが高ければ高いほど、この死んでいく時にはその高く登ったとかバーンと落ちなくちゃうんだから、それで衝撃は大きい。要するに死に任せていないとそういうことです。死って、この場合の死って生命だね、本当の生命が実質に任せて、でそれを今度は自分の思いに任せてから、みんな、はいですね、それだけは因果応報で落ちなきゃ。でだけどこの間も、この間死んだ人、まあ、政治家で何とか死んだ人、最後の遺言状をたくさんくだくだと書いたんですね。で、田中角栄さんは本当で死ぬ前に、ね、なんでもあんなバカだこれ言ってんの大人だお前全く、つまらない子供だね、ガキだね。で、もうちょっと自分のその生命の真実を見るべきだ。で、本当にそれでもこんなもの、政治家っていうのはあの程度のやつばっかりしかいないんだな。で、アジア死ぬ時に今度どういう思いになって死ぬか、それみんな人間死ぬ時は最後の思いだけは記録されてないからね。だけど最後の思い、一瞬の思いをその記録されてたら面白いと思うな。で、生死を死ぬに任す。これ生の時は生の身に任す、死の時は死の身に任す、で生じを道に任す、
生じて仏道に任せる。生じは仏の御意命なりだ。で、生じを生じに任せる。で、生は生に任せ、死は死に任せる。しかる生じ、しかる死だ。一休さんの歌にね、今までは生けられるほど生きにけり、死なれるなりに死のうなりけりっていう歌がある。まあそう、そうこしと。生は生に任せ、死は死に任せる。この終始現る、古今の時にあらずといえども、行物の意義、骨身として行事にするなり。これ、行物の意義はね、昔、今の話じゃないんだ。古今の時を選ばず、行えばすぐ現れる。それが行物意義。だから、今、手放しは手放せる。思いがいろいろ浮かんだとしても、手放しは手放せる。それが大切だ。それで、それをとにかく手放し、頭手放しを百千万発する。これが座禅でしょ。このやっぱり座禅して頭手放せや手放せるっていうことはそれかなりよく身につけておくべきで、行物の意義骨身として行事にするなり、生命の実物を生命の実物するっていうのね、これは行えばすぐ現れる。それが骨身として行事にするなりで、同感として生じ新人の修士速やかに勉強するなり。同感っていうのはね、このあれですね、こういう丸だから、丸っていうのは端と端っこがない、それで円図っていうものを言うけれど、始め終わりなし。もう同感として生じの新人の修士速やかに転校するなり。これ手放しは手放すっていうのね、もうその時に全てなんだ。だからここから始まってここで終わるっていうことはない。始め終わりなしにそのまんまっていうことですね。生じ新人の修士速やかに転校するなりで上辺する。まあ、今日はそこまで。また、この前、この次はまた、幼少達人の台頭から始めましょう。